大丈夫かな、うん、ハマっちゃった事件発生。高滝寺キャンプ場で上に登っていって滝を探しに行きましょう。すごい人よね全部回ったら3時間ほどかかる道のりやねんけど、今日はフル装備でカメラ持ってきた、邪魔やったかな、ちょっと持ってきすぎたかもしれない。こっち、これ渡るの追ってるの、これもうちょっと安全な道がいいな、あれか、うん、あ、足使っちゃったな、ちゃぽん。はい、流れてもらう。あ、そうなんや、ありがとう大惨事橋スターターやけど流れてもうたって、これ大惨事ほんま、なんでこんなカメラ持ってきたのさ本当は言ったらやりすぎな、後悔のストーリー毎回あったこれなかった回ないの。この間の柏原のワイン農園、うん、もう結構な田舎やったけど、今回これまだもう一つ田舎やね。新滝キャンプ場、あ、新滝へ10分って書いてあるんだけどね。とりあえず中入っていて聞こうか、中入って聞き言ってたしな、さっきの橋壊れてたで言うたんじゃ。今回は大阪、巡り旅河内長野に来て、滝の写真を撮りたいんじゃの回ですね。またあの川渡んのか、橋がないから、あれが流された橋や、噂の橋だ、ね、いや流された橋の割には流されても結構どないもこないもいかんような形の橋やけど、あれ竹の棒やろ、あれ、あ、あったあった、あれ、あの滝こちらですと、こっちか、また川か、まだ向こうか、多分あれや、原滝、おお、絶景じゃございませんか。残りの見た木を行きましょうか。とりあえず見た木をクリアして、だんだん口数も減ってきてるところで あれやな、おそらく これは無理やで、あ、道あるやん、あっちじゃないの、鬼のやっぱり、あ、階段っぽくなってんのか、よいしょ、
ドキドキルートやな。おっと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 、とまあこんな感じですよ。さっきのは結構クライミング的な要素もあって、まあまあしんどかったけど、滝取るのって大変やね。え、あ、そうなの。あの疲れは何やったの。なんと先ほどの滝はですね、我々が目指している滝ではございませんでした。あんなにしんどいでしたのに。じゃあ次行きましょう。しゃあないか。どうの？大丈夫かよ。ジャングルやん。ただのジャングルやん。もう。あれか。お、あった。大丈夫かよ。ハマっちゃった。事件発生。さっきの滝を上から見るとこんな感じですね。結構あったんやね、高さが。すごい。何の木やね。杉やったら終わってんな。かもしれないから。ラストは目音だき、目音だきか。遠いな。まあまあ歩いてるけど。いや出るよ。今で7000歩やね。目音だき探してきたんやけど、結局宝津島。だからもしねご存知の方いらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただければと思います。なんかねこう雰囲気が2本あるんで、もう無理やり目音滝ということに今命名しました。はい。ちょっとね強引な終わり方になっちゃったんですけど、またね調べて、ね、チャレンジしたいと思います。おそらくね結構2本に分かれてたから、さっきのが目音岩だろうと。目音滝、目音滝ね。目音滝やろうということで、じゃあ戻します。疲れですね。